ワン、ツー、スリー、フォー。ないないない、ギターがない。ないないない、持ってない。ないないない、それじゃ弾けない。ザッザッザッザ、笑わせるぜ。ここ押さえて弾けばどうだなんて。おいらギター持ってなけりゃ鳴らしようがないぜ。テキ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 。ザーン。ザッ。ダメだこりゃ。こんにちは。ゼロからギターへようこそ。この動画は全くの初心者から始めてギターを弾けるようになりたい、弾いてはギターを弾きながら歌を歌えるようになりたいって方に向けたギター全般の YouTube 投稿番組でございます。実は僕は重大なミスを犯してしまいました。ゼロからギターという番組なのにギターを持ってることを前提に番組をスタートしてしまいました。一生の不覚でございます。ゼロからギターなんですから、ギターを持ってないとこから始めなきゃダメだったんですよね。ですから、今から一緒にギターを買いに行きましょうっていうこともできないんで、僕が持っているギターを今お見せしますんで、自分にはどういうギターが合ってるのか、もしくはどういうギターが欲しいのか、どんなギターを選べばいいのかっていうことを今日はやってみたいと思います。で、まずはアコースティックギターを紹介します。アコースティックギターというのは、日本語で言うと生ギターという意味ですね。どういうものかというと、まずこんな形、木でできていて、そのまんまという大きな音が鳴ります。これはボディの形状がこんな感じなんで、ちょっと大きめで響きがいいです。ちょっと弾いてみます。こんないい音が鳴ります。続きまして、これまたアコースティックギターなんですけど、こっちはこんな形、ひょうたんみたいな形をしてます。これもやっぱり木でできてまして、そのまま音が出せます。ちょっと弾いてみます。続きまして、こんな色のギターを紹介します。これは、さっきの2本と同じヤエリギターのものですが、サザンオールスターズの桑田佳祐さんのモデルでございます。どんな音が、これもやっぱり綺麗にできてまして、そのまま音が鳴ります。なれますじゃん、なります。ちょっとどんな音がするか弾いてみます。なんだか顔だけ熱いんですよね。ズダン即サブって感じですかね。次に、なかなか珍しいギターを紹介します。これはエレキギターなんですけど、弦がナイロン、
これはフェンダーというフェンダーというメーカーのものなんですけども、こんなのです。なんかかっちりですよね。これは、エレキギターというやつで、電気を介してアンプを通して、アンプというのはそのスピーカーから音を出さないと、これだけではこんなちっちゃい音しかなりません。ここにですね、こんなものを挿して向こうにあるアンプと言われるスピーカーのお化けみたいなやつにつながないと、音が出ません。というか大きい音が鳴りません。これでだけで弾いてても、今これだと聞こえると思いますが、みんなの前ではちょっとちっちゃくて聞こえません。なのでこいつをここに刺します。ぐさっと。それでもってここにぐさっと、そして電源を入れます。でボリュームを上げて、あ、こっちやねや、こっちだ。で弾いてみます。そうすると音が出せます。これはさっきのこういったアコースティックギターと違って、弦がスチール弦ではなくナイロン弦なんですね。あれ、音が途切れました。ここの接触が悪いと音が途切れたりしますから、こうビビビビやるとザザザザした音が聞きます。ちょっと余談ですけど出ますね。非常に柔らかい音がします。それではちょっと弾いてみます。肉うどん食べてきました。どこでやったっけ。これだ。続きましてエレキギターの王道というか、まあ、こういうフェンダーというメーカーの、ストラトキャスターっていう形ですね。これもやっぱりさっきの、この子と同じでエレキギターですね。ここに、刺さないと なりません。でマイクが3つついてますね。このマイクで弦の振動を拾って、ここから電気を送ってスピーカーから音を出すという仕組みですね。ちょっと寝に臭かったらごめんなさい。あら、ではちょっと弾いてみます。こんな音が鳴ります。エレキギターがなんでこんな形をしているかっていうのにもちょっと触れておきます。こんな形してますよね。これはこっちの方まで弾けるように、こういうふうになってます。ここまで指が簡単に届くようにここを折ってあります。折ってあるというか取ってあります。こういうのをカッターウェイって言いまして、エレキギターだけじゃないんです。アコースティックギターにもあります。ちょっとお見せします。そのカッターウェイが施されているアコースティックギターです。これも綺麗できています。
カッターウェイが施されているとこっちの方まで指が容易に届くんですね。だから、高い音を弾きやすいということになります。ではどんな感じになるかちょっとやってみます。こんな感じにこちらの方までいけるようになります。このカッターウェイがついていない、食いついていないというか、あのカッターウェイが施されていないギターだとこういうような感じになるわけですね。当たっちゃうんですね、ここに。でも僕は個人的にこっちの方が好きです。続きまして、小さなギターを紹介します。これは小さいですね。こんな音がします。ギターじゃない。今のはウクレレという楽器でした。同じ弦楽器ですけどギターではありません。実はあるんですよ、エレキギターなんですけど、こんなちっちゃいギターが。なんかに似てませんか、これ。これが目 で、これが足で、丸まっこい背中してて、ここ長いのが出てると。これゾウさんって言います。まあこれエレキギターなんですけども、これはですね、ここにやっぱりさっきのように挿して、スピーカーから音を出すことできますが、持ち運びできるように後ろに 9V の電池が入るようになってます。こんな感じで、おっと、お、電池が入ってます。まあちょっと宴会用のギターかなっていうような感じもしないでもないですが、実は優れもんで、ここにスイッチがあるんですけど、この真ん中の状態だと切れてるんですね。で、この下にやると、こういうと、上にやると、こんな歪んだ音が出ます。でこいつを下にして弾いてみますと、でこれを上にカツンと上げるとちょっと歪んだ音が出ます。まあそういうわけで持ち運び用のギターもありますよというギターですね。まあというわけでざっと、アコースティックギターとエレキギターとガットギターですね、ご紹介しました。あとは、楽器屋さん行って、自分の好みですね、あとは形、こういった、抱えてしっくりくるようなギターを選びましょう。それが、まあ、気に入ったものがパッと見て、あこれいいなって思ったものが、例えば10万とか7万とか8万とかしても、それを買った方がいいと思います。なんでかっていうと、気に入らないものは長く使えませんから。あとはそうですね、まあ、5000円とか1万円とか、ギターのセットで、まあ、ケースもついて、こういったピックだとか、チューナーだとか、あとはカポはついてるかな、いうのでセットで1万5000円とか、なんかどっかでそんなの見たことありますけど、それはあまりおすすめしません。もしよかったら、このエレキギターをおすすめします。まあ今日はこの辺でおしまいです。次は
コードをやります。和音コードです。お楽しみに。それではまた。